ご飯食べるかな。これの準備いきます。これは去年私が高校2年生の時のぼっち飯エピソードです。中1から仲の良かった友達と久しぶりに遊ぶ約束をし、お店を事前に調べたり新しく洋服を買って楽しみにしていました。しかし当日、約束の1時間前に、靴買いに行くからごめん。靴買いに行くからごめんというドタキャンメールが。これやって約束してたんでしょ。靴で負けたの。私はバッキバキに折れた心を引きずって事前に調べていたお店に直行。直行。一人でペペロンチーノ、ペペロンチーノ、エビクリームパスタ、エビクリームパスタ、モンブラン、モンブラン、ニューヨークチーズケーキ、ニューヨークチーズケーキ、アイスティー2杯、2杯5無我の境地に達しながらバキューム食い。幸いウォークマンを持っていったのですが、悲しいことに食べ始め数分で充電が切れました。ある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 、超ある。その友達から連続5度目のドタキャン。しかも後日同級生から聞いたのですが、別の人との約束を優先したそうです。あら、まあ、そう、私に内緒で作っていた彼氏とのね。これダメだな。来年、私、来年、花の女子大生ですが、もう人なんて信じられない私は、学食も、ぼっち飯確定です。これ桜さんじゃないの？これ、ゆうきちゃんってなってるけど、これ桜さん。ゆうきちゃん、あれ？もうちょっと、あ、でもちょっと住んでる場所違うな。ちょっと違います。違うし、一切この子の方が下だから。違うか。そっか、でもこの子に彼氏がいるわけじゃないから。あ、そっか。差し上げます。ピンクね。涙拭け。すごいね。涙拭けよ。彼氏とは遊ぶために、あれしたけど、どうしよう、彼氏っていうのもちょっとな、なんか、後で、何、彼氏いたねとか聞かれるの超うざいし、めんどくさいし、じゃあ靴って言っとくか、みたいな。そういうこと？そういう女ほんと腹立ちますよね。彼氏って何？彼氏って何？どうするあの、なんだっけ、内田、なんだっけ？内田篤人が、はい、じゃあ、アヤネルマジ好きなんだけど、みたいになったら、どうする？え？どうする？付き合うべ？しゃ！どうだった？どういうこと？しゃ！え？なに？え？なに？え？こいつ？え？どういうこと？あの、だから、どうしようね、もう2本目、もうちょっとテンションおかしいね、どうした？わかんない、もう読んで。次行きまーす。レオネさん。はい。大学でやむを得ず。なんでだからそのテンションなの？明るく読もうって決めたじゃん。ぼっち飯をすることになった私の記録です。聞いてください。星。オッケー。大学に入学。キャンパスライフは虹色に輝いていた4月。友達の作り方がわからず、ぼっち飯の孤独に怯えていた5月。口は食べ物を咀嚼するためだけに存在してるんだ。と気づいた。6月。わからず、イヤホンをつけたまま、iPod から流れてくる、レディオクロス出張版の再生を切り、周りの人間が会話している内容から試験範囲を探っている今、7月大学に入る前までの志なんてどこへやら。お父さん、お母さんごめんなさい。あなたの息子は、もう。でも、私は、このクワッドクロス第2巻さえあれば、元気がもらえるのです。矢作さんと桜さんの楽しい掛け合いが聞けるのは、そう、レディオクロスだけ。1巻2巻絶賛発売中。大変。そう、宣伝してくれてありがとうございます。美味しくご飯食べよ。口は食べ物を咀嚼するだけの
そ、あれじゃない。味感じよ。なんかいい話聞けるかと思った。味感じよ。ぼっち飯でいけないことっていうのは、一番ダメなことは、はいはい、ぼっち飯評論家の桜さん。いけないことは、まあはい、プロのぼっち飯としては、プロとしては。そう、やっぱり、うん食べ物を美味しくいただけないことがぼっち飯として一番のタブーなので、はい、なるほど。やっぱり、一人でも美味しく食べた方がいい。そう、無心で食べるのは良くない。うん、それは食べ物をそれ作った人にも失礼だし、うん、感謝してね。そう、ちゃんと感謝して、一人でもいただきますとごちそうさまを言える人間になりましょう、はい、皆さん。それが私の伝えたいことです。というわけで、こんな感じでぼっち飯エピソードまだまだお待ちしております。以上ひとかなのコーナーでした。みんなも楽しいぼっち飯。レディオクロス。